紙草履を作ります。材料は新聞に入っている折り込み広告のチラシです。このように細長く切った広告のチラシですね。光沢のあるタイプです。これを角っこから斜めに巻いていきます。緩まないように巻いては締め、巻いては締め、巻いて押さえる、巻いて押さえるですね。でこうしてこう尻尾ができると、ここを持ってこうくるくるっと回していきます。そして巻き終わりのところはボンドで留めます。これ、はい、このくるくる棒ですね。くるくる棒を3本つなぎます。じゃあね、足のサイズを合わせます。ちょっと足を、これぐらいかな、ちょっと大きめにしとこうか。確かに大きめの方が履きやすい。これぐらいかな、こんな感じか。半分半分なるなるちょっと 上置いてみて、足よっしゃ。よし、ここでここ端っこを止めておいたら、これが大きさが決まる。端っこくるんとさせる、こう端っこを編み始めたら、これで大きさが、変わらないと、変わらない、これで決まるから。じゃあこれで編み進めていきます。芯が短くなったところで継ぎ足しをします。の方はここを通すのが大変なので、ここはちょっと2つまたいでしまいましょう。
り始めの時に出てるこの尻尾も編み込んで処理しておきましょう。これで本体ができました。次は鼻緒ですね。鼻緒を作ります。3本のくるくる棒で三つ編みをすればいいんじゃないかなと。同じものをもう一本作ります。鼻緒が2本できました。これを本体に取り付けます。真ん中よりちょっと下のところぐらいがいいんじゃないかなと思います。先に反対側も同じように後ろだけ先につけます。鼻緒の先を取り付けます。
最後に裏に出た部分を折り込んでおしまいです。完成です。同じものをもう一個作ったら一足出来上がりということになります。はい、はい、草履履いてみてください。普通に痛い。履いてるうちにね、柔らかくなってくんね。痛いの我慢するよ、うん、そう。履いてるうちに柔らかくなってきて履きやすくなる。はい、どうですか、うん、ちょっと足踏みしてみて。